こんにちは、こちろです。今回の企画はオイル交換をする前にエンジンをかけて暖気すべきか、そうではないか。はい、これの検証してみたいと思います、うん、でこれ前回のオイル交換の時に、うん、まあ、オイル交換の前に暖気すると、うん、結構オイルが柔らかくなって温まってね、早くオイルが抜けて、うん、作業時間が短縮されるよっていう、まあ、コメントが目立っていたかな。うん、そう、結構見たかな。そう、まあ、中には素人呼ばわりをした人もいましたけども、まあ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 、素人っていうか、まあ、僕はもうそのバイクの作業に関しては素人です。うん、ショップやってないんで。そうですね、そう、あくまで個人主観でこういう風にやってますよみたいな、うん、まあ、ネタ的な動画を上げたつもりなんですけど、はい、まあ、ワイヤーロックのね、まあ、そうですね、本当は新しいものに変えるべき、うん、だけどその新しいものがなかったから、うん、とりあえずネタ的にそれもちゃんと説明してね、そうそう、やりながら言ってたんですけどね、再利用はダメよと、うん、だけど一応、まあ、そのもうないものだから、うん、じゃあペンチで回したら綺麗になるのか、一旦使っちゃったやつが綺麗に元に戻るのかみたいなネタ的なことを言ったんだけど、はい、オイル交換の前に本当にエンジンを暖気すべきなのかなっていうところは実は僕疑問を持ってるんです。なるほど。なぜか、はい、まあ、オイル交換する前にエンジン暖気するとオイルが柔らかくなって抜けが早いっていうのは理解できます。まあ温まるからね、柔らかくなるんだっていうね。ただそれにも時間かかるよね。まあ、暖気する時間っていうのが作業時間に含まれるはずですよね。そう、ただエンジンをねかけてしまうと、うん、せっかく下がってるオイルが上に上がっちゃう、うん、上に上がっちゃうとその上がったオイルが下がりきるまでに相当時間かかるんです。まあ、いろんなところに行き渡っちゃったオイルが全部下に下がるっていうのは時間かかりそうですよね。すごいかかる。だから僕が疑問に思ったのが、一旦上がりきっちゃったオイルが下がるのに時間かかるっていうことは、うん、オイルが抜けたと思っても、うん、実際に抜けてる量っていうのは、うん、冷めた時に抜くオイルよりも少ないんじゃないかなっていうことなんですよ。確かに。っていうことで実験してみます。はいはい、じゃあね、まず今これエンジン、ほら触っても冷たい、うん、はい、この冷たい状態で、冷たい状態ね、これでね、はい、まずオイル抜きます。はい、よし、これがね、はい、パッて抜けた瞬間からスタート。はい、3、2、1、はいでいくからね。はいが抜く瞬間ですね。はい、はい、3、2、1、はい、さあ、どれぐらいかかるかな。どのくらいですかね。それってこう逆にしてオイル向ける見えるようにできないですかね。よいしょ。あ、いい感じ。まだポタポタにはなってないですかね。うん、お、そうか。今1分経過です。はい、お、ポタポタし始めた。ん、何秒。今1分25秒過ぎ。今30秒。2分になったら教えて。はい、あと3秒。はい、2分ね。はい、2分です。暖気運転ってだいたい2分かかるじゃんね。はい、どこで終わらしちゃったら暖気の方が時間かかるよね。まあだから、まあじゃあここはとりあえずあと1分、じゃあ合計時間を3分になったら、はい、3分になったら閉じますよ。もうなんかね、これぐらいだったらなんか閉じてもいいのかなと思っちゃうんだけど。そう、もうポタポタだとどこまで続くか分かんないですからね、うん、で、一応3分のところで止めて暖気運転して3分でどうなるかだよね。そうですね。暖気運転は何分間するんですか。うん、暖気運転は一応、まあ、2分っていうふうに。なるほど、あと10秒で3分になります。 OK、 2、1、はい。この一滴も大事だからねよし、じゃあまずね、はい、3分経った状態で、はい、
抜けたオイル量を測ります。はい、まあ、印をつけておきましょうね。でこの鉄板、これ実は常盤って言って、はい、うん、完全水平な場所なんで、はい、こう床だとさ、うん、時々こうなっとるじゃん。まあね、この分かんない程度に歪んでたりね。そうするとこれ正確には測れないよね、そういう場所に置いても ね、うん、だからここだと比較が正確にできる。はい、ぴったりこんな、お、いい感じね。下に折るね、これ。そうですね。よし、ここがこの下のところが零感じで抜いたオイルの量。はい、3分間でした。3分間。じゃあこれをね、一回元に戻して、はい、で入れてみると、うん、暖気してどのくらい抜けるのか、うん、じゃあ多少これにオイル残ってんじゃん。まあ残りますよね。でなるじゃん。はい、これもね、も見て、もともと残ってんの。もう一回入れてね。そう、一回入れて抜いて、はい、だからこういうところに残るオイル量でこの差が出ないように、差が出ないように、はい、ちなみにここにオイルが残れば残るほど抜けるのは早くなるよね。まあまあプラス、元からあるのがねプラスになるからね。だけどこれも一回抜いてるんで、まあ、基本的に同じ感じなんで、うん、付着してる感じのオイルがね、差がないと思います。はいはい、じゃあ今から暖気をしますね。はい、で暖気を、そのさっきね、暖気何分する、うんうん、で2分っていう根拠が、はい、まあこれはインターネットだけの情報なんですけど、はい、まあ、あんまりね、暖気運転をしすぎると熱くなりすぎて、うん、やけどする恐れってあるじゃない。で、こうオイルをパッて抜くときにも一瞬オイルつくじゃん、うん、熱かったら高温だともうやけどしちゃうよね。はい、だからやっぱりあんまり長い間やっちゃっても暖気をやりすぎてもいけないと。そうで、今実質これ抜くのに3分だった。はい、逆に3分間暖気必要だとしたら、うん、もうすでにこれ冷感時の方が早い、早いってなっちゃいますね。なんか結論出ちゃうから、はい、ちょっと2分で、はい、2分はまあ実質温まって、うん、オイルもある程度柔らかくなり、うん、やけどがしないレベルが2分っていうふうに、まあ、ネットではあったんで、はい、1回じゃあそれ実験してみたいと思います。はい、エンジンがかかったらそこはスタートの2分ですね。まあ本当言うと、厳密的に言うとエンジンをかけ始めるこのチョークを引っ張るところからスタートのはずなんだけどそれだとまあ個人差が出てくるから、個人差出てくるのよ、エンジンかけるのにさ。そう、社長と私の差が出てくるし、俺だったらそんなにかかんないっていう話になっちゃったら困るから。そうね、あやちゃん のエンジンかからないっていう動画ねあの説明欄にもリンク貼っとこうと思うんだけどあれ見るとすごくかかっとんじゃん。いや、もうめちゃめちゃもうオイル抜く元気ないです、あの時は。もうね、だからもう あれ、まあ、言ってたらもうキリがないんで、はい、まあ、実際エンジンがかかってから、まあ、どの道これは2分間暖気運転をするっていうことで測ります。測ります。じゃあ これを抜いた瞬間からね。はい、さっきと一緒ですね。はい、はい、いくよ。はい、3、2、1。はい、ちょっとぬるいね。あ、ぬるい、うん、まあぬるいぐら
回でも柔らかくはなってるのかな。いや、あの見るからになんか柔らかくない。なるほど。なんか早いよね。くるっとしてほしいな。お、早い。もうちょぼちょぼになってる。あ、もうちょぼちょぼになってる確かに抜けるのは早い。早いかもしれないです。今2分42秒、うん、ってことは42秒ぐらいでもう抜けてる。そんだけの量が、うん、あとはどのくらい上に行ったのが下に降りてくるのが早いかですね。そうだね。今は全然足りないよね、まあ、うん、今3分。あれ3分？もう3分です。あらま、合計3分経ちましたね。ポタポタにもなってない。ほんとじゃん。ポタポタになってないし、まだ一応なんかこんなに差がある。同じ3分でオイルの抜ける量は実際じゃあ同じところまで行くにはどのくらいかかるんだろう。どのくらいかかるんだろうな。もうなんか量が少なすぎて増えていかないんだけどはい、3分30秒経ちました。さっきより30秒増しでも足りてないってことですね。しかもポタポタにもならない。ポタポタにもならんね。もう相当上に行ったのがこう一生懸命流れてきてるんですね。4分。4分か。4分でもポタポタになってないですね。あ、もう実際5分で2分の暖気を除いても3分間、うん、同じ3分間抜ける量を考えると、うん、今何秒。今4分18秒。あと40秒でここに到達しなければ、うん、もうすでにこの時点で暖気の意味すらないし、うん、暖気の意味が逆に時間かかる作業になってしまったっていう、ね、そういうことだよね。あの抜ける一瞬ここまで来る量は早かったけど、早かった。その後がやっぱりエンジンオイルが上に行っちゃった分、うん、抜け切るのに時間がかかる。タッポタポタになった。お、なってきた。これ5分で止めますか。タイマーはまだ止めなくていい。まだ全然足りてないもん。あと10秒で5分になります。全然足りてないよこれじゃあ本当にじゃああと1分待とうか。じゃあ6分になるまでってことですね。だってさ今4分って言ったところからさ、うん、1分経ったけどそんなに変わらない。変わってないよやっぱり。こんなしかももうポタポタに変わっちゃったから、はい、これ多分ここまで来るの待っとったら 何分かかるんだろう。いやー相当この今はこれ冷感時でこれだけ抜けたっていうのが知ってるからなんかこれ待とうかなっていう気になるんだけど。ああそうかそうか。もしこれ知らなかったらさ、さっきの3分もこれぐらいのポタポタ量じゃなかった。うん、だからもうこんな状態でよっしゃって止めてた感じですね。あと10秒で6分です。あと10秒で6分ね。はい、3、2、1。はい、よし、量を見てみましょう。明らかに少ない。少ない、抜けてる量が。倍の時間かけてオイルを抜いたけど、はい、3分で抜いたオイル量より少ない、うん、明らかに。それもかなり。これは何滴っていう差ではないかもう見てわかる差ですね、これはね。だからある意味言ってみるとエンジンを温めたことによって、うん、まあ、オイルを温めた、まあ、エンジンをかけてオイルを温めたということで、うん、オイルが上に上がり、その上がったオイルがまだ残ってるっていうことだよね、これが。そうですね。ってことはですよ、オイル交換っていうのはそもそも古いオイルを出して新しいオイルに入れるっていうのが、まあ、基本オイル交換。そうですね。ってことは抜けるオイル量っていうのは多い方がいいに決まってるよね。もうその方が新しいオイルがいっぱいになりますよね。だよね。はい、はい、なのでまあただやっぱりほら本当なのかなっていうところが僕ちょっと疑問にあって、うん、まあ、その人を批判するためにこの動画を作ったんじゃなくって、実際なかなかそのやり比べるっていうのってしないじゃないですか。そうだからね、実際のところどうなんだろうって思ったの。うん、うん、でこれね実は、はい、僕のお友達で一級整備士の免許を持ってた人がいます。はい、でその人に聞いてみました。うん、まあ、例えばこれがどこのショップの誰ですよって言うと、うん、まあ、逆に言うとね、いやその考えは間違ってるとかって言ってまた
批判の先、こう矛先がその人に向くといけないんで、はい、まあ、ただ一級整備士ですよ、はい、僕ら素人とは違う、うん、その人の意見メールで聞いてみたんですね、はい、今回のこの実際どっちの方がいいんだっていうね、どっちが本当はいいのかなっていう、そうそうそう、その人の返事、はい、こんばんはオイルを抜く時の定義は特にないです。お、まあ、要するにかけるかけない定義っていうのはないと、うん、完全冷感時だと、うん、オイルパンにほぼ全てのオイルが下がっています、うんうん、暖気後だと、うん、オイルが各部に残るので、うんうん、冷感時に比べると抜けてくるオイル量が少ないですと。おお、すごいピンコ、すごい、もう的確すぎて、言ってることが当たってました面白すぎる合ってるよ。そうなんですよ。だから その方は、うん、オイル交換するときは、うん、完全冷感時の方がいいと思います。抜ける量が多くて交換っていう面ではいいってことですね。そう、うん、基本的には、うん、お客様はオイル交換する工場に走って行き、うん、作業するので、うん、暖気後の作業になってるかと思いますと。まあ、確かに車とかバイクをね乗ってお願いしに行くじゃないですかそう、だからで、だって実際そんなに何日間も預かったりとかしないですよね。そう、だから基本はだからそれがダメっていうわけでもない、みんなそういうふうにお店とかでやってもらっていくわけだから、そりゃそうだ、暖気されてるとその通りです、自然的に、うん、例えば今こんなちっちゃいエンジンでオイル交換でたった900ね1リッターも満たないこういう小さいエンジンでもこれだけ差が出るっていうことは、うん、こういう車になるともっと差が出るよね、きっと。いや、かなりすごい量が残っちゃうってことじゃないですかね。ってことはこういう車のオイル交換するときも、うん、完全冷感時にオイルを抜いた方が出てくるオイルは多いよね、うんうん、まあそのだということですよねつまりオイル交換するときは僕は冷感時、完全冷感時にオイル交換をする、オイル交換を抜く前にエンジンをかけるってことはやらない、うんうん、だから前の動画は僕は間違いではなかったんではないでしょうか。ちなみに前回は説明できなかったというかカットしちゃったんで、はい、それもみんな当然知ってることだと思ってカットしちゃったんだけど、はい、これあのワッシャーね、はい、これは変えなきゃダメです、うん、一応毎回毎回変えてます、はい、でこれは今実験したからやっただけで、はい、最終的には新しく、うん、まあ、ただこれは結構面白いね、実験になったかと思う。実際なかなかねやってみる機会がないから面白くて、まあ、分かりやすくていいんじゃないかと。いや本当に。で余談、はい、このオイルゲージ測る、まあ、まだオイル入れてないんだけどオイルを入れて、はい、うん、この測るとき、うん、これもねその一級整備士の方に、うん、一回回してエンジンを回してから測った方がいいのか、うんうんうん、それともいわゆる冷めた状態で測る方がいいのか、うん、どっちですかって聞いたのね、うん、そうしたらね答えは一応基本はもう冷感時に測るらしいです、はい、でエンジンを回す、まあ、要はこのゲージを測る前にエンジン回さない方がいいっていう、うん、なるほど、なぜ、うん、まあ、なぜか例えばね何かのトラブルで、うん、オイルがもし抜けきっとったとするよ、はい、でそれに気づかずゲージも測る前にエンジンかけたら、うん、オイルが入ってない状態でエンジンかけることになっちゃう。まあそうですね、基本的にそのオイルがちゃんと入ってるかの確認でしょ、うん、つまりオイル入ってなかったらエンジン回しちゃダメなのよ。まあまあそういうことですね。だからゲージを測る前にエンジンかけるっていうこともよろしくないってことで、もしオイルが少なかったらどうすんのっていう話になる。やばいやばいよってことですよね。そう、はい、これ補足です、まあ、それはあのオイル交換の時もそういうことですよね。そう、オイル交換もオイル交換してこう入れて、うん、わざわざ回すんじゃなくって回さなくていいよっていうことですね。そう、だって回してゲージ測ると減るからね。まあそこの整備一級整備士の人はなるべくアッパーに近いところに入れるとは言ってたけどね。なるほど。そうするとエンジン回すと大体ロファーにはならないから、うんうん、半分ぐらいの、もしアッパーのとこだって半分ぐらいのとこになるからね、うんうん、うん、まあ、その辺がいいんじゃないのっていうふうに言ってました。なるほど、はい、はい、いかがだったでしょうか。またねいろんなムービーをね
今後、まあ、作業ムービーだったりこう走るムービーだったりサーキットだったり ねデビュー動画だったり、うん、まあちょっといろんな企画をうちはもう二輪車からこの車スーパーカーまでで奥には CBR1000 だったのもあるからねいますね、実際いるんです。そう、あれも富士持ってきたいんでね、富士走りたい、走りたい、走りたい、あれでさっき走ったことないから、いやー怖い、いやー楽しみっていうことでねはい、今回最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。